今もお岩様の住んでいた四ツ谷左門町へ行くと、道を挟んだ両側に民谷稲荷、お岩稲荷が二つありますが、僕がこれから皆さんにするお話は恐怖新聞によって届けられてきた最も真実に近いと思われる四ツ谷怪談の伝説です。江戸時代元禄年間、東京の四ツ谷左門町にお先手組を同心、今のおまわりさんにあたるで民谷又左衛門という人がおり、その娘にお岩という人がいた。つまりお岩様は昔のおまわりさんの子だったのだ。そのお岩はかわいそうに放送にかかって顔中あばただらけで、その上右の目に星があり、髪も縮れた醜い娘だった。なんとかお岩に婿をもらってやりたいものだが。両親は心配したが、何しろ醜い娘のこと、誰もお婿さんになろうという男はいなかった。又左衛門はそのうち死んでしまった。昔の武士の家は跡継ぎがいないと断絶といって、家を取り潰され組料がもらえなくなる仕組みだったので、又左衛門の友達が相談し、とにかく急いでお岩のお婿さんを探すことになった。そこで見つかったのが摂州、今の大阪の浪人で、伊左衛門という31歳の浪人。伊左衛門は貧乏浪人で、お岩と結婚すれば民谷家の養子として給料がもらえるので、お岩様が醜いのを承知で給料目当てに結婚したのです。もともと給料目当てだったから、しばらくするとお岩様を粗末にし、酒を飲んだり博打をしたり、お岩様を嫌って家へ寄りつかなくなった。挙句にお岩様のお父さんの友人で伊藤喜兵衛という腹黒い与力、同心より上役のおまわりさんと打ち合わせて、お岩様をだまくらかし離婚させて追い出す計画を立てたのです。